どうせまた生意気な顔して出てくるに決まってる。チェシャは気にも留めていない様子です。チェシャ、傷は大丈夫？傷んだりしてない？別に痛みはない。チェシャはそれだけ答えて黙りましたが、ちょっと喉をゴロゴロっと鳴らしたのが聞こえました。ならよかった。元気そうな白い狼の姿を見て、セレッサはほっと胸をなで下ろします。リュカオンのところまできっとあと少しよ。行きましょう、チェシャ。
Thank you.
モルガナの幻影が現れました。モルガナはセレッサの姿を見ると眉を吊り上げて言いました。セレッサ、その髪はどうしたのです。髪は大切に扱いなさいと言ったでしょう。これはどうしてもこうしなきゃいけなかったの。セレッサはチェシャを助けるために髪を切ったことをモルガナに説明しました。悪魔を助けるために大切な髪を使うだなんて、悪魔を使うべき魔女が悪魔に使われてどうするのですか。言いたいことは山ほどありますが、それはあなたが無事に帰ってきてからにしましょう。妖精の結界を破壊する魔導術は完成まであと少しです。それまで何としても耐えるのですよ。分かったわ。ありがとう、モルガナ。妖精たちは手強いことでしょうけれど、力の全てを使って乗り越えなさい。あなたに魔導の加護があらぬことを祈っています。セレッサ、どうか無事で。もちろん乗り越えてみせるわ。そしてリュカオンのところへ行って必ず力を手に入れる。そしたらあんたのこともお家に。二人は黙って見つめ合いました。力を手に入れるということは二人の別れも意味します。そのことがお互いの頭をよぎったのです。とにかく気合い入れて行きましょう。Huh?